ハロー YouTube。 どうも、ヒカキンとセイキンです。ですね、本日4月17日日曜日に、僕らの地元新潟は、上越高田の花見ステージで、行われるチェリーブロッサムフェスティバル2016がですね、強風のため危険と判断されてですね、当初行われる予定だった、高田公園内の桜ステージでは、中止となってしまいました。ただですね、代わりに別の会場で急遽ですね、イベントを行うことが決定しましたので、それをお知らせします。で、変更された会場なんですけれど、ファザーホールという場所です。新潟県上越市大和田富岡539-2、上越ウィングマーケットセンター内パティオ2階で開催されるということです。はい、パティオ2階の、ライブハウス、ライブハウスっていうことですね。ですね。うん。で、開催の時間は変わりません。15時から19時となっております。で、今回ですね、会場の収容人数が250人程度となっているので、ちょっとどこまで入れるかっていうのが何とも言えないんですが、まあ、急遽ね、変更となってしまったため、そこはご了承ください。その他詳細は、特設ページがありますので、概要欄のリンクからご覧ください。まあ、本当に直前になってしまったんですが、会場でお待ちしております。バイ。 See you next time.